んにちは、ココクル先生です。今日はですね、この包装紙、和紙の包装紙を再利用する方法です。この包装紙がこういう感じに可愛く、またちょっとイメージが違うようなラッピングになりますが、こういうふうに変身させる技をお伝えしたいと思います。今日も頑張ろう。それでは材料です。こういう包装されたこう折りたたんでこう残しているような和紙がありました。そちらと、あとリボンがコットンリボンのモーブピンク、そしてハサミと、あとこういうハンコをしたり、何でもいいんですけど、今回はハンコを押そうと思ってますので、こういうインク、そしてシールで、これをちょっとね、ハンコのこの先にしてみたいと思いますので、こういうの準備してください。はい、それではこのラッピングをですね、まずほどいてみます。で、こうほどいていくとですね、だいたいこんな感じでテープがついてたり、こう折り線がついてたりして、ちょっと次のラッピング使いにくいですよね。はい、で、特にこのテープがついたりしている部分はもうハサミでカットしておいてください。はい、で、あとこう折り線がついてます。はい、このままですとね、なんか折り線がついて、あ、いかにも再利用したなって感じになるんですが、これ和紙ですので、ちょっとね、もみ紙風にしてみます。はい、これは思い切ってこうぐじゃぐじゃぐじゃ、もみもみ、こんな感じになると折り線、しっかりついた折り線もちょっと気にならなくなります。はい、で、このままでもいいんですが、ちょっともうちょっとアレンジしてみようと思いますので、ここにハンコを押してみます。で、インクと、今回はですね、ハンコというよりもこの消せるボールペンとかありますよね。その裏側のこの柔らかいところ、こちらをハンコみたいに使ってみようかと思います。で、つけて、こんな感じでついて、好きなところで、こんな感じで、自由にペタペタ。意外とね、これ綺麗な可愛い丸に、なるんです。はい。で、一色でもいいんですか。この二色ね、もう一つ。こんな感じ。で、ちょっと色の変化が分かりにくいかもしれませんが、お好きなだけ。いろんなところにペタペタ貼ってみてください。はい、じゃあこんな感じでハンコを押しました。で、こういう風にハンコを押したらですね、だいたい乾いてきてると思います。で、裏向けます。このまま包装紙として置いておくのも可愛いですが、これをまたさらにラッピングして使っていきます。じゃあ今回はですね、キューピーちゃん、これを包んでみますね。はい。で、まず下から一度折り上げます。こんな感じ。で、左の方を上から。で、右を上の方に、こういうふうに。折ります。こうするとですね、底が抜けることもなく袋のようにして使っていただけます。
で、上の部分リボンで結びます。だいたいどのぐらいにしようかなっていうリボンを想像して一周くるりと巻くぐらいのイメージですので、このくらいあれば十分です。カットします。はい、でちょっと戻っているので一回包み直しますね。ではリボンを結びます。でこのキューピーちゃんの頭の上ですね、この辺りでリボンを結びます。左の方を上にして、ギュッと。上から、で、ここで一度キュッと締めておきます。で、長さがこう違いになったら、ここで一度、しっかり合わせておいて、またぎゅーっと引っ張ってて、リボンの大きさを合わせます。で、この下の部分がちょっと気になるなーっていうことがありましたら、こちらをシールで止めて、リボンをちょっとタレもちょっと合わせますので、まっすぐ今日は着てみましょう。はい、こんな感じで、また全然イメージの違ったナチュラルなラッピングが完成しました。いかがでしたか？この、ね、包装紙を、この和紙を再利用する方法ですが、ラッピングね、綺麗なラッピングされたギフトなんかもらうと、あの包装紙とかリボンとかを置いてますが、私も置いてるんですが、こういうふうにリボンなんかも再利用できますし、まあ、包装紙も和紙は特にこういうふうにシワにしたりして楽しく使うことができますので、いろんなアレンジで楽しんでみてください。はい、今回紹介しました材料につきましては、レディーリサ YouTube ストアにて販売いたしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラッピングコーディネーターのココクルこと田原明美が、和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します。簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案します。ぜひ参考にしてください。